全米女子プロゴルフ選手権第2日18番でイーグルを奪い通算にオーバーで今季メジャー3戦目で初めて予選通過した渋野ひな子22今回の米ツアーで苦戦の原因はスイングの問題だけではなさそうだ4月1日の ANA インスピレーションから始まった長期の米国遠征は 今大会で一区切りとなる。この間、トップの位置を低くしたニュースイングで思うような結果が出せず、笑顔も減った。結果が伴わず改造中のスイングで、すぐに結果が出るとは思っていないだろうが、それにしても、一度も上位争いができなかったことは誤算ではなかったか。 あるツアー関係者が言う、コロナ禍で海外遠征には隔離もあるし、短期間で行ったり来たりできない事情はあった。米ツアーのメンバーになる目的に加え、スポンサーも期待していた東京五輪の代表入りも関わっていた。米国で多くの大会に出なければならなかった。100万円の罰金を承知の上で、 ディフェンディングチャンピオンのワールドサロンパスカップを欠場し、所属先が主催する大会、宮里愛サントリー女子ゴルフも出なかった。迷惑をかけている多くの関係者には結果で納得してもらうしかなかったわけですが、初日はショットが安定せず、4オーバー93位と大きく出遅れた。ホールアウト後は、 ファンのサインに応じてはいたものの、本来の笑顔は見られなかった。渋野日向子には石川良や、たまにスイングのアドバイスをもらえるコーチがいるそうだが、メンタルのトレーナーはいない。渋野日向子は畑岡、那車やそう、床のように英語は話せないし、慣れない、米国の生活は大きなストレスになっていた。 メンタルトレーナーでなくても、気兼ねなく、何でも話せる者が帯同していれば、米国遠征はもう少し違った結果になっていたかもしれません。松山、秀樹も今年から、目、沢、秀のコーチをチームに入れて、スイング論などを話すことで、プレイ中の気持ちも変わったという、一人で抱えずに、 思っていることを言葉にするというのは、メンタルヘルスに有効だと聞きました。前出の関係者心の問題といえば、思い出すのは2019年の全英女子オープンに、勝った2週間後の大会、NEC 軽井沢72ゴルフだ。渋野ひな子は、最終日の18番ホールで5メートルのバーディーパットを、沈めたら、優勝だった。ところが、 緊張で手が動かなかった渋野の向子ことで、バーディーパッドは2メートルもオーバー。返しのパッドも外した。前衛覇者として日本中から注目される中でのプレーがミスにつながった。あのシーンを見て、イップスを心配するツアーコーチもいた。今回の米ツアーも角のプレッシャーとストレスが、 似たような心理状態を生んだのかもしれない。国内ツアーに復帰したら、別人のようなゴルフを見せてくれるだろうか。ピンチしのいで最後に、イーグル渋野ひな子。五輪に望みつなぐ、全米女子、プロゴルフピンチを粘り強くしのぎ。自身の進路を切り開いた。渋野日向が、最終18番で劇的なイーグル。 泣きそうだった。最後まで諦めないというのを、今日はすごく感じられた。今年3大会目のメジャーで初の予選通過、東京五輪の代表入りにも望みを繋いだ。初日は93位と大きくで遅れ。二日目も一番をボギーとしたものの、その後はピンチをパーセーブで耐え、 徐々にリズムを掴んでいった。12番、パー5は、池に入れながら。ドロップエリアから打った第5打がそのまま、カップイン。16番のボギーを、直後のホールで取り戻すと。18番、パー5は、果敢に攻めた。残り200ヤード余りで3番ウッドを、目いっぱいぶり。池越えの日本。 7メートルのイーグルパッドを気持ちで取れた。ギャラリーの完成の中で、力強く拳を握った。五輪出場権獲得には上位進出が必要で、状況が厳しいのは変わらない。悔いを残さないように、しっかりプレーできたらいい。勝負の2日間へ力を込めた。 渋野ひな子が腰を落とし、換気予選通過つかむ、土壇場のイーグルに、会心ガッツポーズ全米女子プロ最終ホール。イーグルダッシュで、予選通過女子ゴルフの海外メジャー、全米女子プロは25日。ジョージア州アトランタアスレチッククラブ、6740ヤード。パー72で、第2日が行われた。渋野日向子、サントリーは1イーグル。 2バーディー。2ボギーの70で回り。通算にオーバーで57位。最終18番でイーグルをダッシュし。劇的に予選通過を果たした。会心のガッツポーズも飛び出した。実際の映像を大会公式が公開。渋野が勝負所で決めたと伝えている。望みをつないだ。 最終18番パー5。日本に成功した渋野ひな子のイーグルパットだ。約10メートルと距離が残ったが、絶妙なタッチで転がしたボールは見事カップイン。しゃがむように腰を落として見届けた渋野ひな子は、完成とともに右手で会心のガッツポーズを作った。予選通過圏内に浮上し、 嬉しそうに、キャディとグータッチを交わした。外れていれば、決勝には進めなかった劇的なイーグルパット。実際の映像を大会公式ツイッターが公開。ひなこしぶは、勝負所でイーグルを決めて、予選通過を果たしたと紹介した。初日93位と出遅れながらも、残り2ホールで3つ伸ばす粘りを見せた渋野日向、しぶのひ カットラインギリギリながら決勝ラウンド進出を果たし、東京五輪代表の可能性を残した。次のオーディオビデオでお会いしましょう。